こんにちは。バフムートからの最近の更新情報がありますが、状況は良くありません。町の北ではソレダーとバフムツケについて話している。ついにロシア軍はこの町を占領することができました。そして連帯のために戦闘が続いているので、ロシアの攻撃は成功したと言えます。彼らは2日間で最大 4km 移動することができました。これは現在のロシア軍の状況について言えば素晴らしい結果です。ここで戦術マップを開いてそれが可能だった理由を示します。しかし慌てる必要はありません。ソレーダーは重要な都市ですが、バクムートほど重要ではありません。バクムートの都市からは遠く離れているので、支配者をここに連れて行き、ソレーダーからバクムート郊外までの距離を測定しましょう。しかも10キロとかなり遠い。またバクムートの北側にはウクライナ軍の防衛線があります。したがってロシア人がソレダーから南に下ってバハムートを奪おうとするのは非現実的なシナリオですが、明らかに彼らはそれがうまくいくと考えています。タイムラインに入る前に、ここでロシアの成功の境界線を大まかに描きたいと思います。では2日前のタイムラインに行きましょう。彼らがここでかなりの土地を奪ったことがわかります。それにバフムツケ、それはちょっと退屈な村だけどソレダーを取るかもしれません。近い将来彼らはこの方向から、そしてこの小さな町を囲む南からも行くかもしれないと思います。とにかく大きな道路はありません。前に言ったようにこの地域を分断する川が流れています。そして領土の他の部分に防御線があるため、それを越えることは非常に非現実的です。したがってロシアはソレダーからこの方向から西に向かい、その後バフムートに南に向かう可能性があると思います。ここに戦術マップがあり、ロシアの攻撃のメインのベクトルはここにあります。またバフムートではこちら側から攻撃するために部隊を再編成し、あちらではかなりの成功を収めています。彼らはピドロドネ、バフムツケを取りました。またウクライナ軍には領土を保護する責任があり、今でもソレーダーを担当している大隊が一つしかありません。そしてウクライナはバハムートと郊外に多くの部隊を持っているので、北からの攻撃をもっと変えた方がいいです。しかし大きな道はないので、川を渡ってこちらから幹線道路を通らなければなりません。それでも彼らはここで川を渡らなければなりません。私の友人たち、その地域での戦闘は非常に困難ですが、それでも彼らはバハムートに直接押し寄せ、ウクライナ軍を恐怖に陥れ続けます。述べたようにロシアはオピョテネに到達しようとしており、彼らもその村の一部を占めていました。しかし彼らはバフムート市の南からの攻撃をキャンセルします。主にこの地域で戦っているワーグナーの兵士はソリダーを攻撃し、小さな都市を奪ってウラジミール・プーチンにある程度の成功を収めていることを示します。ロシアはロシアの領土を建設するために増援を送っていますが、彼らは装甲車を追跡していますが、国防総省はロシアがベラロシアからウクライナを攻撃する準備ができている兆候をまだ見ていません。そして明らかに彼らはその愚かな任務に十分な力を持っていませんが、大規模な動員を発表した場合、北からキエフ市を攻撃するためにもう一度試みるかもしれません。米国国務省の秘書アンソニー・ブリンキンからの声明書によると、記録的な28億5000万ドルでウクライナに軍事援助を提供し、ウクライナ軍はそのリストにいくつかの新しいアイテムを持っています。ウクライナ軍は空中に設置され巡航ミサイルや無人偵察機に対して使用できるシースパローロケットを受け取ります。軍事支援にはハマーロケットやハンマーシステムなどの弾薬も含まれています。視聴者と購読者は、なぜアメリカの納税者がウクライナに武器を供給するために資金を費やさなければならないのかと尋ねるかもしれません。その理由は
米国の経済と世界における米国の位置は、世界の状況に依存するためです。米国と西側同盟が、ウクライナを世界地図から消滅させ、ロシアがウクライナを支配するようになれば、それは、西側民主主義の弱さを示し、独裁が勝つことになるだろう。そして、アメリカ、欧州連合諸国、イギリス、オーストラリア、日本にとっての主な任務は、この世界で独裁国家を支配することではありません。だから、あなたは、ウクライナをサポートする素晴らしいことをしています。ロシアは、昨日停戦を発表したが、今日も攻撃を続けている。彼らはまた、ロケットの一部を発射して、ウクライナの車両、消防隊、そして残念ながら、一部の人々を破壊、または損傷させました。プーチン大統領の顔を見てください。寺院に一人でいるのは初めてです。彼は、3日でキエフを占領したかったのですが、彼が持っているのは、正月用の、この醜い木だけです。最近、ウクライナへの軍事物資の大きな動きがありましたが、まだ終わっていません。フィンランド、ドイツ、アメリカ合衆国の様々なメディアリソースで、おそらく、ウクライナが、戦車と長距離地対地ミサイルを取得するという噂が世界中に流れています。つまり、ウクライナは、間違いなく、1月にメリトポリに向かって反撃を開始するだろう。ロシアも攻撃を開始する可能性がありますが、おそらく3月です。これは、ペンタゴンがウクライナに与えるもののリストです。ブラッドリーに関しては、世界で最も洗練された最高の歩兵車両の一つです。また、トウロケットを搭載しているため、対戦車としても使用できます。さらに、歩兵車両のように重装甲ですが、追加の装甲版のために、速度が少し低下しました。ウクライナが、トクマクのロシア基地を破壊したとの報告があります。反撃の場合、ウクライナ軍がメリトポリに向かう途中で制御下に置かれる、最初の大きな町または都市になる可能性があります。ウクライナ情勢の最新情報をお届けします。チャンネルをサポートしたい場合は、いいねボタンを押してください。また、パトレオン、ペイパル、またはドナテイロで、私を財政的にサポートできるリンクがいくつかあります。助けてくれて、本当にありがとう。あなたがどこにいても平和な空でありますように。